ご視聴ありがとうございます。今回はですね、フィギュア開封になります。中野ミクフィギュア開封シリーズ、こちらです。はい、1番くじ、5等分の花嫁、ブライドスタイル、C 賞中野ミク花嫁フィギュアになります。今回はですね、これを開封していきたいと思います。よかったら見ていってください。で、こちらですね、最近届いたミクフィギュア開封の第2弾となっております。で、1弾はですね、数日前にポップアップパレードのミクをですね、開封しておりますので、説明欄にリンク貼ってありますので、よかったらですね、そちら見てない方、見ていただけると嬉しいです。はい、ということで今回は1番くじのミクを開けていきます。箱はこんな感じになります。かわいいパッケージになってますよね。正面からのデザインがいいですよね。はい、では開けていきましょう。中身はですね、まず台座、こんな感じでクリアピンク、綺麗ですね。で、あとはまあ本体のみですね、ビニールを取りまして、はい、台座に取り付けるだけで完成です。はい、こんな感じです。いや、ドレス姿のミク、非常に可愛いフィギュアだと思います。ではですね、まず全体を見ていきたいと思います。どうでしょうか。制服もいいですけどね、タイトルにもありますからね、花嫁姿いいですね。多分ドレス姿は初立体化ですよね。さすが一番くじですよね。スピードが速いです。はい、では次ですね、回転させながら見ていきたいと思います。こんな感じになります。で、今回のくじなんですが、本当超人気でしたよね。で、私も店頭で引くことはできませんでした。なんですけど、オンラインで今回くじが開催だったんですよね。ということで、なんとか引くことができました。いやー、ごとよめ本当に人気ですよね。最近映画化も決まりましたし、いやー、しばらく盛り上がりそうな感じしますよね。はい、でお次ですね、アップを見ていこうと思ったんですが、ですね、私のだけですかね、個体差ですかね、すごい汚れてました。ドレスとか結構黒ずんだスレとか、あと何でしょう、白っぽい跡。でもドレスって白く美しいものですからね。で、一番くじでそれを完璧にしろっていうのは厳しいかもですが、ちょっとこれ目立ちすぎな気もするんですよね。で、あとこれどうなんですかね、お顔までちょっと汚れちゃってるんですよ。私が厳しめですかね、求めすぎなんですかね。というわけで、ちょっと汚れが目立つんですよ。なんですけども、一応、ここからですね、各部のアップになりますので、ご覧ください。はい、では画像でも見ていきたいと思います。まずはお顔になります。すごいいいと思いました。正直、一番くじの小さめなフィギュアなので、なんとなく微妙な感じに見えるっていうのはしょうがないと思います。ただポップアップパレードのように口が線1本とかではなく、ちゃんと造形もされてますし、で肌がすごい綺麗なんですよね。
チークっていうんですかね、あの頬の赤い感じとかも綺麗ですし、ハイライトなんかもちゃんとあるんですよね。で、大きさが本当ポップアップパレードとほぼ同じくらいでした。ですので、まあ10分の1スケールないくらいかとは思うんですが、まあそこまで小さいとある程度限界がありますからね。いや、でも本当頑張って可愛くしてくれたっていう感じがあります。で、衣装ですね、あのドレスも基本的には本当すごいいいんですよ。で、肌の色なんかもすごく綺麗で、影になる部分とかも濃い処理がしてあったりですとか、で、ドレスの衣装の方もですね、部分部分ほんのりなんですけどピンクなんですよね。あの結構わからないくらいなんですけども。で、まあスカートの部分とかもクリアパーツをパール塗装してあるんですよね。下に行くにつれて透ける感じになってます。いや、結構こだわってる感じするんですよね。で、あとはですね、そういえばスカートはですね、中覗いてみると、もろに生足もろパンでした。まあ紳士なのでそこは映さないでおきますね。で、台座はですね、クリアピンクで、まあこれ全キャラ統一になってるんですよね。で、やっぱり品質の問題か、なんとなく足の歪みか、まっすぐ綺麗に立たせられないんですよね。少し浮いちゃうんですよ。個体差なのか、もう全体的な仕様なのか、なんか綺麗に刺すと傾いちゃうような感じでした。まあ、なんですかね、外れを引きましたかね、全体的になんですかね。そこはちょっと、すいません、わからないですね。はい、ではまあ最後少しだけですね、いろんな角度からも撮ってみたいと思います。まあこんな感じで雰囲気はすごいいいフィギュアなんですよね。ドレスっていうのもいいですし、全然こうやって見ると可愛いですよね。いろいろ微妙な部分もお伝えしたんですけれども、まあこれをですね、やっぱり数回のくじで当たるっていうのは、やっぱり嬉しいと思います。で、まあ本当、思ったより結構こだわったフィギュアっていう印象だったので、当たってすごい良かったです。はい、ということで以上になります。今回はですね、一番くじ5等分の花嫁ブライドスタイルのですね、シーショー中野ミック花嫁フィギュアの開封レビューでした。いかがでしたでしょうか。やっぱりいろいろと惜しいフィギュアでしたね。フィギュア自体はすごくいいものなんですよね。で、まあやっぱり10分の1スケールくらいと小さめなフィギュアなので、ヘッドの出来の良さとかにもやっぱり限界があると思うんですよね。で、素材塗装といったものはやっぱりすごい良かったんですよね。ただ品質が想像以上に悪かったです。私だけですかね。ドレスの裾とかも黒ずんでたりとかもありましたし、あとやっぱりお顔ですよね。汚れてたっていうのが気になりますかね。ドレスも結構汚れてた気するんですけどね。細かすぎですかね。あとやっぱり台座の噛み合わせが悪かったっていうのと、ですね、これ撮ってたらヒールについている台座の接続部分の接着が取れちゃいました。ということで、まあ、コンセプト自体すごくいいんですけど、ちょっとですね、残念なところも目立ったフィギュアでした。まあでもですね、個体差とかで、本当は汚れなく全然綺麗なフィギュアとかでしたら、結構いいフィギュアなんじゃないかなと思います。で、調べてみると今これを買うっていう風になると、なんかだいたい8000円から1万円くらいになってるみたいなんですかね。そこまでだとやっぱりちょっと高いなとは思います。確かこれ1ロットで75個なんですよね。で、フィギュアは全員2個ずつあって10個なんですよね。まあだいたい7、8回に1個はフィギュアが当たるっていう風な確率だと、金額的にも5、6000円になると思うんですよね。まあミクって人気ですし、もうちょっとやっぱり高くなっちゃうっていうのも考えた方がいいので、まあでもですね、やっぱり1万円くらいだとさすがにってなりますかね。まあどうしても欲しいミクファンとかの方でしたら、まあいいのかもしれないんですけれども、フィギュアとしてはやっぱり6000円いっても8000円くらいまでが限界じゃないかなっていう印象がします。8000円くらいまでになるとポップアップパレードの2倍の値段ですからね。いや、そこまではっ
ては、思っちゃいますかね、そんな感じですかね。まあ、でもですね、本当にいいフィギュアだとは思いました。できればフィギュアの数減らしちゃってもいいので、それこそ例えば2回の開催とかに分けてとかで、もうちょっと大きいフィギュアとかにしてもらえたら個人的には最高かなって思っちゃいました。やっぱりこれくらいの小さいサイズだと見た目にも限界がありますからね。まあ7分の1、まあ、もうちょっと小さく8分の1スケールくらいでもいいので、そこまでの大きさまでくればヘッドとかもさらに良くなると思いますので、最高のフィギュアショーになったのではないかなと思いました。まあでも今後ごとよめくじっていうのはまた絶対開催あるでしょうしね、今後のラインナップにも注目していきたいと思います。で、あとですね、このくじ5月8日の土曜日からもまた二次出荷っていうのが販売開始されるらしいので、引き逃した方、推しが当たらなかったという方、またぜひ挑戦頑張ってみてください。私はですね、もう結構満足、お腹いっぱいなので今回で終わりにしたいと思います。はい、ということで今回は以上になります。いかがでしたでしょうか。この動画面白かったらですね、ぜひとも高評価ですとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。で、次回はですね、ことぶき屋さんから出ているミクの開封レビューをしていきたいと思いますので、またそちらもですね、見ていただけると嬉しいです。お待ちしております。はい、では以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。